自由民主党の総裁選の話からするしかないと思うんだけど、花盛りですからね。ぶっちゃけどう思ってんの、僕の個人的な趣味ですけれども、やっぱり石破茂さんがすごくいいなと思います。なんで自民党の総裁選がこんなに注目を浴びてるかっていうと、うん、これって政権交代の可能性がないからなんだよね。はあ、自民党の、ね、結構若手とかさ、安直な SNS マーケティングを気にしてるんだと思うんだけど、靖国とか言っちゃうわけだよ。冷笑にヒリズムとか、まあ、あるいはその陰謀論とかですね、そっちの方が優勢していくですよねっていうのは僕は思ってますね。うん、はい、皆さんこんにちは、宇野恒大です。このね、名もなき対談シリーズね、今回のゲストはですね、こちらの方です。それでは恒大さんです。よろしくお願いします。もうご無沙汰してます。いや、ご無沙汰しております。元気でした？元気、まあぼちぼちです。僕もぼちぼちです。コロナの前、かなり前だと思いますけれども。そうね、結構コロナの間一回も会ってないんだ。そうです。宇野さんがなんか仮面ライダーの棚がある事務所だった。あの頃だ。あそこどこでしたっけ？あれ高田馬場だね。あ、なるほどなるほど。高田馬場と目白の間ぐらいに事務所があったところだね。まさか今日の住所しか聞いてなかったんで、まさか8ビットニュースのスタジオだと知りませんでした。この8ビットニュースのスタジオを借りて最近よくね、はい、動画収録してるんですよ。僕ね、一般社団法人ね、NPO の方の役員。あ、そうなんですか。そう、立ち上げのメンバー。あ、そうですか。そうそう。ほうほう。そういろんな経緯が結構あって、あ、そうですか。実はすごい関係者なんですよ、8ビット。なるほど。前回8ビットのこちらに来た時よりも綺麗になってます。なんか堀さんがいないので僕はこんなこと言うのもあれなんだけど、8ビット今株式会社化していて、もともと本格的に、ね、このスタジオで腰を引けて発信活動してる。はいはいはい。すごくよりおしゃれになりました。そう。なんかね、ほら、僕もね、堀さんも一緒に関わってたんだけど、はい、昔なんかね、ニュース X っていう、はいはい、NTT プララの企画があって、はあ、そこの時の内装がね、番組終わる時にね、もらってきたの。いいですね。それじゃあ、居抜きっていうか、ただで。そうじゃなくて、もう一応ちゃんとお金払ってやってる。ああ、なるほど。同じ業者さんにやってもらって。いいですね。いろいろ引き継いでやってる。ニュース X の精神を実は引き継いでやってるんですよ。なるほど。素晴らしい。まあね、まあ、うちの話はされておきですけど、はいはい、今日のテーマ、保守です。はい、そうです。ほら、インターネットをね、結構今開くとさ、うん、はい、とりあえずなんかさ、なんかこう、自分のことを知的に見られたい、ちょっと生きってる若者は、なんかリベラルにダメ出しをすると、さ、もう負けた側に、こう石を投げることによって自分もなんか強い側に自分の身を置けるみたいな野心品性というのはもう長領ばっこしてるわけで、あれ本当にゴミだと思うんだけれど、まあそのうちでだからこそね、むしろね、なんかこの国の保守はどこに向かうのかって話をね、今日は改めてね、何かこう何か若手保守論客としてデビューして、そのところいろいろあって現在に立っている古谷さんをお招きすることで、ありましたよ、もうなんかもう根掘り葉掘り聞いてしまいながら議論もしちゃいましょうという、そういう企画です。今日はありがとうございます。はい、ということでね、早速ね、今日ね、何の話からしようかなと思ったんだけど、やっぱりね、はい、このタイミングで保守について話すんだったら、まあ、総裁選の話からね、自由民主党の総裁選の話からするしかないと思うんだけど。今花盛りですからね。ぶっちゃけどう思ってんの？いや、まあ、今が、この収録現在では11人。うん、11人っていう名前がね、上がってますでしょう。もう収録日を上げちゃっていいと思うよ。今日8月21日です。21日ですよね。はい、だから今日、小泉進次郎さん。昨日が小林鷹之さん。が、まあ、一応出馬表明ですけど、まあ、結構ふるいに落とされると思うんですよ。ふるいかけられると思うんですね。推薦人が集まらないから、だからまあ結局は6か7ぐらいになれば、まあ、まあ上出来かなとは思いますけど、まあ基本あんまり僕は興味はないんですが、まあ、ただその僕の個人的な趣味ですけれども、やっぱり石破茂さんがすごくいいなと思います、あと野田聖子さんもいいなと思います、でまあ、林さんとか上川さんも、まあ、その次ぐらいにいいなと思うんですけれども、まあ、ただ基本的には自民党の構造が、まあ、そうなると自民党が延命しちゃいますので、まあ、なまじちょっとまともな政治家ですからね、そうすると自民党の構造というのは、まあ、変わりませんの で、ですから政権交代のためにはあえて高市早苗とか小泉進次郎とかを連れてきて、まあ、オンゴールさせて政権交代の方が僕はいいと思うので、そういった意味では石破さんとか好きなんですけれども、今なってほしくないなって感じがしますね。まあ今やるとね、貧乏くじを引く役割になっちゃうかもしれないですね。いやもう完全に選挙管理内閣ですのでね、だからちょっともったいないなって気がしますけど、これを逃したらじゃあいつっていう話になりますから、まあその辺でちょっとどうなるか、票読みはもう全くわからないですよね。ちょっとまあ、党員投票がどれだけあるかっていうのが、まあ最初のね、決選投票に行くと思うんですけれども、そうなると都道府県が47に圧縮されますんで、
まあ、その辺の見方で言うと石破さんあたりはまあ強いとは思いますけれども、あの党員党友票がですよ、うん、まあ、ただ分かりませんよね。全く上川さんという目もあるし、まあ、加藤勝信官房長官も声を出しているという状況ですから、うん、私はちょっと票読みの方は分かりませんが、まあ、どのみち非常にあの菅内閣のように1年近く、うん、まあ、おそらく狙ってるのは、射程に入ってるのは来年の参議院選挙までだと思います。うん、参議院選挙でおそらく負けると思いますので、うん、ご存じの通り参議院選挙って必ず与党にはそもそもネガティブですから、そうすると、まあ1年かなって感じですよね。うん、そのために石破さんを消費するのはどうなのっていう。そうね、このカードここで切っちゃうの思うよね。ちょっといいカードすぎて、うん、僕も個人的にすごい好きだしとは思うんですよね。あのね、さ、まあ、僕はね、あの石破さんがね、はい、まあ、あの亡くなられたね、まあ、安倍晋三と、うん、まあ、あのゲアしてる時期の自民党の、うん、なんかこう、あの自分たちが挽回するためのリーダーはどっちにするのかっていう時に彼が一緒に本出したりしてるわけなんだよね。で、古谷さんはさ、逆にそこから10年ぐらい経ってむしろ石破さんの結構お世話になったと思うんだけれど、うん、はいはい、あの古谷さんが見て石破さんってどうなの？石破さんは非常に僕は、まあ、ちょっと個人的なね、何度もお会いしてるんで感情が入ってるかもしれませんけれども、うん、あのまあ、頭が良すぎて嫌われるタイプだなと思います。完全にそうだね。だからそれだけ自民党の他の人がレベルが落ちてるから、うん、昔、まあね、70年代80年代だったら、まあ、別にそんなことはないんでしょうけれども、うん、今令和6年でしたっけ、うん、の今においては石破さんはむしろかつてのレベルだと、まあまあ普通だよねっていう感じだったのが、あれがあまりにも頭が相対的に良すぎるように見えるので、まあついていけないんでしょうねっていう感じはします。ただまあ人権感覚ですとか民主主義の感覚ですとか、それからまあ僕はちょっと聞いたことあるんですけど、杉田水脈さんに対する考え方というのも、まあ特進の行くところでしたそうね、常識的な処分を普通が期待できるっていうことなんです。だからそんな政治家昔いっぱいいたわけですけれども、うん、それが周りがレベルが下がりすぎちゃったんで、うん、あのついていけないんだろうなっていう気はしますよね。あのね、あの僕ね、あの石破さんってさ、まあ、当然頭もいいしさ、めちゃくちゃいいです。今のさ、自民党のあのクラスの政治家の中でダントツに能力高いわけだよね。ダントツいいです。でそれでさ、まあ、ああいうさ、なんか見た目をしてるわけなんだけど、すぐ気を使う人なんだよね。そうですね。そう。でもそのことはやはり彼の何かこう、あの政治的な、いわゆるこうなんかこう、なんか慣用句としての政治的な動きっていうものをすごく鈍らせてると思うわけ、うんうんうん、はっきり言ってしまうと。なるほど。だから、あのさ、あの、思い切ったことができるのかなっていうのがやっぱ一番心配なんだよね。まあそうですね、ご本なんか読みますと、やっぱり基本的には思い切ったことをやりそうな気はするんですが、うん、ただまあ実際の、のね、総理総裁になったらまた違いますから、うん、まあ、出自的にはまあ調整型ですよね、基本的には。そうそうそう、うん、あのリーダーシップっていう感じの、うん、出自でもないし、うん、政治家としては今までそうだったと思いますんで、うん、そうだからさ、あのさ、国民がね、やっぱり彼に期待してるのっていうのはさ、うん、彼のさ、高い能力をストレートに生かしたやっぱり大胆なリーダーシップなんだと思うんだよ、うんうん、あのでしかし実際の石破さんの政治家との資質って極めて調整型で、うん、そうそうそこのミスマッチってのは常に起こってるんだと思うんだよ ね、うん、そうなんですね。だからその調整型っていうのはまあそれはみんな分かってるでしょうけれども、まあそれだと今のおっしゃった宇野さんおっしゃったように裏金問題ですとか旧統一教会の問題、うん、まあ、特に裏金問題で、うん、まあ、刷新を断行できるのかとか、まあ、そういったところですよね。それはやっぱりちょっと弱いかなという気はしますけれども、まあ、繰り返しますように相対的に見て他の候補よりはいいんじゃないかなとは思うんですが、小石川の残り2人についてはどう思ってる？河野さんとかは僕は別に嫌いではありません、うん、ただまあ、マイナンバーの問題とかで、まあ、ちょっと評判がね若干落ちてきましたので、うん、まあ、単純な票読みとか党員党友票で言ったらちょっとネガティブかなとは思いますよね。で進次郎さんについては、まあ、完全にあの色物だと思っていますので、あの色物っていうか、あんまりその能力値が高くないような気がしますよね。ただ、まあ、そのいわゆる選挙管理内閣だとするんであればですよ、9月から10月からですけれども今年の1年続くんだとしたら、まあ、小泉進次郎というふうに選択する決選投票で議員がいる可能性は高いので、そっちはちょっとポジティブ要素かなと思います。僕はあんまり、総理の器ではないというか、国会議員の器で
もうちょっと微妙かなって気はしますけどね。なんかさ、あの何が一番嫌かってさ、なんかさ、あの小石川とかがさ、それぞれ自分が立候補してるせいで票が割れてさ、高市早苗とかになるのが一番嫌なんだと思うんだよね。そうですね、世の中のまともな人は、あの高市問題についてはどう思ってるの？あの高市は、まあ、今回の総裁選についてはむしろその本格的なですよ、例えば宇野さんおっしゃったように小石川の誰かがなるとする可能性は、まあ、あるとして、そうするとやっぱり自民党は勝ちはしないけど減りはしないって形でずっと自民党政権、まあ、何年も続くと思うんです。でそうするとやっぱり、日本の戦後体制といいましょうか、とりわけ21世紀もうどんどんひどくなっていくこの自民党政権、まあ、公明党はちょっと別としても、それを変えるためには僕は政権交代は、あるいは政権交代に極めて近いような体制ですよね。そうするためにはむしろ高市さんの方がいいですよね。それでめちゃくちゃに、もう加速すぎですよね。めちゃくちゃになった方が自民党、あ、やっぱりこの高市じゃダメなんだっていうふうになった方が自民党は負けますよね。そういう意味では、まあちょっと、こう、なんて言うんでしょうかね。逆説的ですけれども、高市でもよかろうとは思いますけれども、まあ、政治家としての高市氏は、奈良の参議院でございますんで、まあ地盤的には、ごめんなさい、奈良の衆議院ですから、まあ地盤的にはある程度、あんなに維新が強いのにある程度ですけれども、うんうん、まあ基本的には言ってること、まあ彼女の若い時の対談を見ても、まああんまり何も考えてない方なのかなという気もしますし、まあ政治家として最近ね、こう、ポスト安倍というか安倍さんの、こう、まあね、羽衣衆みたいな感じの人だったですけれども、まあ大体ブレインについてる人が、まあいわゆる経済右翼っていう感じの人、でしたから、うん、まあ、積極財政とかね、そういうのは好きな人は、なんか高市さんっていう人もいますけれども、まあ、もともとの外交感覚だの、人権感覚だの、民主意識がないので、まあ、政治家には、まあ、向いてない。だから、稲田さんとかが福井区で強いですけれども、まあ、政治家個人としては、代議士としては、安泰でしょう。ただ、それが閣僚云々とか、うん、政調会長とか云々っていうような器じゃないなとは思ってますね。何かね、さあ、まあ、僕のね、感想を簡単に言うとね、なんかこの自民党の総裁選が、まあ、自分から話題振っといてるのもあれなんだけど、なんか話題になってること自体が松下なんだよね。つまりさ、なんで自民党の総裁選がこんなに注目を浴びてるかっていうと、これって政権交代の可能性がないからなんだよね。その通りです。だから自民党の総裁選がイコール政権選択、次の総理大臣が決める、選挙であるってことが。その通りです。分かってるからなんだよ。でこれさ、懐かしいなと思っていて、僕古谷さんの2つか3つぐらい年上だから、はい、ほぼ同世代って分かると思うんだけどさ、はい、僕らが小学校高学年とか中学生の頃ってこうだったじゃない、うん、そうです、そうです。そうだから自民党の総裁選が一番熱いんだよ、うん、そうです、そうです。そしてそこに当時で言うとさ、押すべきことに石原慎太郎とかね、はいはい、まあ、それこそさ、YKK と言われていたね、うん、山田小泉純一郎とか、ね、山田とかねまあ、辺が何か総裁候補になると、はいはい、もしかしたら日本変わるのかもしれないって、みんなちょっとワクワクするっていうね。はいはい、90年代までですよね。そうです。おそらく清和会になる前の、まだ旧田中系とか、うん、まあ、宏池会はもちろんですけれども、そういうのがまだまだ生きてた時代は、おっしゃる通りそうでしたよね。そう。やはりさ、なんかそういった流れの中にさ、うん、小沢一郎のね、93年の政変の批判があってさ、はいはい、まあ、それで後の小泉純一郎大学にまでつながっていくまでのね、うん、まあ、90年代のさ、政治改革の季節っていうものが訪れるわけなんだけどさ、うん、はいはい、なんかね、政権交代がないということを前提に、なんかこう自民党の中から改革派が内部から台頭してきて、そうですね、で日本がそれで初めて生まれ変わるんだっていう期待に、うんうん、まあ、やっぱ唯一の希望になってるわけ、うん、それも完全に30年前に戻ったわけなんです、はい、そうですね。なんか90年代ですよね、まあ、もしくは80年代って言ってもいいかもしれませんけれども、うん、まあ、だから三角大福ほどではないんだけれども、まあ、中選挙区ですから当時は、うんうん、小選挙区でもという流れでいうと、本当おっしゃる通り90年代の半ば、橋流とか小渕さんとか、あの辺かな、あの辺ぐらいですよね。まあその後ちょっと加藤のなんとかがあった、あの辺の時代、気はしますよね、うんうん、だからさ、何かまあ、よくね、劣化55年体制みたいなふうに言われてはいると思うんだけれどさ、はい、もうね、なんか小選挙区比例代表制じゃない、今衆議院がさ、はい、でこの状態で政権交代の可能性がほぼなくなり、うん、なんか自民党のなんかこう自民党内のパワーバランスの、うん、彼らの事情、インナーの事情による変化によってのみ改革の希望が存在しているっていうのは、うん、結構恐ろしい後退した状態だと僕は思っていて、まあ、不健全ですよね、極めて不健全ですね、うんうん、その通りだと思います、うん、はい、で
つまりさ、この状態に対してさ、なんかあのポジティブな見通しを立てること僕できないんだよね。はっきり言ってしまう。構造的にはその通りですよ。うん、おっしゃる通りです。うん、まあ、基本的にだからそこを見越して、結局は自民党内交代、自民党内、政権交代により日本が変わるっていうことしか望めなくなった、おっしゃる通りなので、むしろそれだったら石破さんとかじゃない方がいいんですよね。うん、もっと悪くなった。まあ、行き着くのはいた方がいいっていうことね。そうそうそう。あと、だから高市さんとかの方がいいんですよね。いや、これね、でも今の話結構さ、俺も共感するとか大きくてさ、うん、やっぱさ、日本のさ、結構改革勢力ね、はい、はなんかネトウヨマーケティングをして一回痛い目になるべきだよ。ああ、なるほど、なるほど。あのさ、うん、今さ、みんなさ、それこそ昔の小泉純一郎がね、はい、靖国神社に参拝してたあたりから始まってさ、うんうんうん、まあ、橋本徹とかもそうだしさ、うんうん、まあ、最近の小池百合子のね、うんうん、なんかこう関東大震災問題に対してのさ、ちょっとあるまじき、態度だったりとかさ、まあ、歴史修正まあ、あの辺のさ、はい、まあ、マーケティングだと思うわけ、はっきり言ってしまうと、はい、もうだって小池百合子なんてさ、自分がさ、ワンチャン日本初の女性総理大臣になるためだったら何やってもいいと思ってるんですよ。あの人、安倍総理大臣の代理で、私が昔やってたチャンネル坂の仲介来て核武装って言ってましたからね。もうね、ええ、なんだって、まあだからさ、受ければなんだっていいやつなんだよ。そうそうそう、なんでもいいんですよ、あの人は。本当に。だからさ、うん、いや、基本的にやっぱり改革派の、なんかそういった歴史修正主義発言とかね、うんうんうん、なんか女性差別発言っていうのは、うん、まあ、そういう左翼に対しての反感とかね、うん、ちょっとマッチョなキャラクターへの憧れって、まあ、あるんだろうけど、基本はマーケティングなんだと思うんだよ。うん、そうでしょうね。はい、やっぱり目先の票と、うんうん、なんかいわゆるこうバズが欲しくてね、SNS 上の、まあ、やってるんだと思うんだけど、どっかでね、それで踏み越えて本当に痛みのあるべきだと思う。ああ、なるほど。国民にダメージが及ばない範囲で。うんうん、そうですね。で、そういう失敗体験がないと、なんかとりあえずネトウヨアピールするみたいなことっていうのをみんなからやめないと思うんだよね。そうですね。で、興味深いのは、おっしゃった通りマーケティングだとしても、あんまりその聞いてないんですよね、そのマーケティングが。うん、ネット用とか岩盤保守って、まあ最近ネット用って書くと、ちょっと公正から注意が入るので、まあどっちでもいいんですが。マジ公正から注意が入るの？いや、注意っていうか、岩盤保守っていう方がいいんじゃないですか、みたいなね。あ、ネット用は別称だから使っちゃいけないみたいな。使っちゃいけないとまでは言わないですけど、こういう選択肢もあります。うん、とかみたいな。まあ最近さ、これ一瞬だけ雑談だけどさ、最近高越っていうのが、そういった、私の方が政治的により、なんかこう、慎重な態度を示せますよっていうマウンティングになっていて、もう普通に手に法とかの間違いとか、誤字脱字とか拾わない構成者ってすごい増えていて、確かに。ちょっとなんか仕事間違えてんじゃないかなと思うことすごく多いんですよね。高越の皆さん、僕すごいお世話になってる上で、まあまあ、分かってる上で。まあ僕はそこまで言わないですけど、確かにおっしゃる通りですね。なんかこれは価値観中立じゃないのではとかいう赤が。そう、念のためとか書いてあって、いや、そんなことは分かってるんだよ、そんなことは。さ、分かります。まあいいですよ、その話ちょっと置いてさ、だからマーケティングやっぱ聞いてないんだよね。そうなんですよ、おっしゃった通り、その聞いてるんだったら、なんか僕も、例えば維新のとか国民民主の人が、うん、文化人口補正局とかですね、ウィルとか花野とかにこう、ちやほやされて、それが票になってるんだったら、まあ分からないでもないんですけど、基本的に、維新とかネット右翼の人めちゃくちゃ嫌いなんで、うん、基本的にそこにいくら、まあ、国民民主はちょっと若干違うんですけども、うん、維新の人どんだけ宗派を送っても、まあだからその小選挙区の500とか100を上積みしたくてやってんのかと思うけれども、その人を見てったら、そこまで求めなくても失う方が票が多いだろうなっていう人がやってて、だからマーケティング的にちょっと間違ってる。うん、まあちょっとあれなんだろうね、やっぱ SNS がさ、うん、バズりたいっていう、バズりたいっていう、そっちの方が強いと思う。そこだよね、なんか宣伝効果としてね。うん、そうそう、だからそれは大きいところに出ると拡散するっていう。だからそれはでも、まあもちろん参議院全国比例とかは僕はそれでいいと思うんですよ。そっちは、うん、まあ、全国区ですからそれでもいいんでしょうけど、小選挙区と比例で重複してる人割と衆議院でそういうことやる人多いんですけれども、それはあんまり意味のないマーケティングだよねっていう。いや、それあれなんだろうね、やはりこうダイレクトに反応来るからさ、なんかさ、嬉しくなっちゃうんですかね。嬉しくなっちゃうんだろうね、うん、だからそんなのはっきり言って、まあ失笑っていうか嘲笑も入ってバズってるわけじゃないですか。何言ってんだこいつって、そういうのも分かんないで、やっぱりまあ、SNS、X 等々でバズっちゃったら、ちょっとその、やっぱり、もともとあった承認欲求みたいなのに火がついちゃう人はいるでしょうね。うん、まあ、それはもう全然、票にはあんまりなってないと思う。いや、本当はね、なんかこう、野党も含めてこういう話をした方がいいと思うんだけれど、はい、まあ、とりあえずさ、当面政権交代が現実的ではないということを踏まえた上で考えるとね、なんかこう、自民党の中に、あ、はい、そこを踏み越えると火傷するぞっていうコンセンサスをどう作るかって結構大事だと思うわけ。ええええ。
だから僕はそこを踏み越えると火傷するぞっていう部分が、まあ、ね、これ見てる皆さん分かってると思いますけれども、そういうものを別に明文化しなくてもある程度自民党昔あったじゃないですか、うん、僕は宮沢喜一さんと中曽根さんが小泉内閣の時に2006年ですね、郵政の時に引退させられまして、ね、うん、あそこでそれが切れたと思います、うん、だからそれはなぜかというとご存じの通り2人とも戦争経験者で、うん、中曽根さんもちろんいろんな評価ありますけれども、やっぱりボルネオまでね行った人ですからね、うん、海軍の艦艇で、まあ、主権将校ですけれども、うん、そういう人が靖国に行くというのとはまるで今の状況は違うし、彼は弟が戦死してますし、うん、宮沢喜一だってそうなんですけども、そういった戦争経験者がスパッとこう切っちゃった、2005、6年ですよね、郵政選挙の定年制ですから、そこで僕はそれからちょうど今18年ぐらい経って郵政から、まあ20年弱としてもいいですけれども、そういう踏み越えちゃいけない一線っていうものの感覚がもう分かんなくなっちゃった。だからまあ杉田水脈みたいなのを平気で公認するわけです。で、岡山にも小野田君みたいなのを平気でこう立てるわけですよね。和田正宗とかも立てると。もうどうしようもないと思います、ね。どうしようもないですさ、これね、まあ、まだ無料パートだと思うからさ、あ、そうなんですか。そういうの抵抗あるんだけどさ、はい、まあ、この際、古谷さんにばっかりさ、泥かぶせんのよくないから、はい、俺も言うけどさ、俺ね、応援してる友達だと思ってるし、そういう個人的にも応援してると思うんだけど、はい、自民党のね、結構若手とかさ、はい、あとはさ、これから第二子になりたいようなさ、はい、どちらかというとなんか、なんか政策ブレーン、要するにポスト平将暉みたいな感じで、うん、期待されてるようなさ、ああいう人たちが結構ね、はいはい、なんかこうその安直な SNS マーケティングを気にしてるんだと思うんだけど、靖国とか行っちゃうわけだよ、はいはいはい、8月15日に、はいはいはい、いや別に行くのいいと思うんだけどさ、まあ、それを SNS でアピールするわけだよ、必要以上に ね、 だから超具体的に言うと三谷明宏とか向山純とかだよ。あ、それはあんまり知らないですけど、いや、まあ、どっちも非常に優れた人間だと思うんだけど、普通に、ね、政策、はい、提言者というか実行者としてはね、はいはいはい、だからそういうのやめてほしいんだよね、うん、つまりこうあなたたちがちゃんとまともに動かなきゃいけないのに、うんうん、そのなんか今の30代40代の若手中堅が、うん、SNS 見すぎてそういうことやってるってのは俺本当に良くないと思うわけ。そうですね、おっしゃる通りですね、うん、しかもそのマーケティングはあんまり効いてなくて、 うん、それやんなくてもあなた自民党に投票するよって人ばっかりに訴求してかなり失うものが多い、失望する人が多いっていうのと、やっぱり小野さんおっしゃったようにその超えてはいけないルビコンブがみたいなものは、僕は本当に戦争経験者がね、閣僚とか総理大臣やってたり、うん、まあ、議長とかやってたりっていう2000年代の初頭まで僕はあったと思います、うん、まあ、それが象徴的なのはさっき言った2人ですけれども、結局靖国神社って言ったって中曽根さんが行く靖国と彼らが行く靖国全然違うわけです、うん、意味が本当に死んでるんですから中曽根さんは、うん、でそういったところで靖国っていうものをこうおもちゃっていうかね、ツールにして、まあ、今、先般もコスプレみたいなことやってる人いますけれども、まあ中には身内に祀られてる人がいるかもしれませんけれどもね、うん、全然そのなんていうか靖国というものがに行ってそれを写真に写して SNS にアップするってことがいかなる意味を持つのかっていうことの資料というか、そういう感覚もゼロになっちゃってると、うん、だからおっしゃるようにそれは全然マーケティングというふうにはなってないですし、だったら9月2日に行けよって私は思いますけどね。そうね、さ、もうこれね、見てる人でさ、特に若い人とかお伺いしちゃうかもしれないけど、うん、僕ら別にね、日教祖的な戦後民主主義教育を真に受けてこういうこと言ってるんじゃないわけ。全然違います。僕も古谷さん、もう基本改憲論者ですよね。そうです。もう本当に僕は自衛隊は国軍でいいと思ってる人間です。もう日本国軍でいいです。もう単純に日本国軍でいいと思ってる人間なの。それと、なんかそういった国際的な人権感覚をもっと大事にしようとかね、うんうん、何か曲がりなりにもこの戦後の80年、西側諸国とやってる上での国際的な秩序を大事にしようとか、はい、そうですね、そのために日本がどういうふうに歴史に対して向き合わなきゃいけないかって議論は別なんだよ。その通り。全然別なの。うん、その通り。だから、ね、こういったコンセンサスっていうのを結構僕らの同世代のやっぱ保守政治家たちが何かこう、うん、こう持ってくれていないっていうことに一番危機感を感じるわけ、うん。おそらく歴史の知識とかも含めて虫食いになってまして、まあこれはまあ8月ジャーナリズムも関係しますけれども、まあ原爆大空襲沖縄ぐらいですよね。うん、あとまあ真珠湾がちょっとあるかなぐらいで。うんうん、まあ、そういうことを言う人が靖国に参拝して SNS に上げるような議員っていうのが、それは靖国はね、日中戦争の戦死者も祀ってるんですけど、日中戦争になると多分何も知らないと思いますし、それから
そういう末期戦と真珠湾ぐらいしか知らなくて、大体ガラガラカナルとか、レイディとかも全然知らない。いや、そこまでさ、そこまでさすがにさ、議員バッジつけてるやつとかさ、立候補してるやつがさ、知らないとは俺思わないけど。いや、知らないです。マジ？知らない。マロ2期生とか知らない。知らない、知らないです。知らないです。だから、いや、スピードとか知らないかもしれないよ。あと、おへんことかも知らないかもしれないし、なんかそう、アスリート、タレントみたいな感じで、なんかこう、適当に。立候補してる人とかも知らないかもしれないけど、本当に知りません。僕のうがった感覚なのかもしれないけど、やっぱりそういうのを喋ってると分かるじゃないですか。あ、こいつ何も知らんなって、選手を特に。だそういうのがないから、もちろん勉強したらね、役作りって軽々しく触れちゃいけないと思うんですよ。まあ自分のおじいちゃんが祀られてるとかだったらちょっとともかくですけれども、まあそれがないから行っちゃうんだと思いますよ。だから何も知らない。本当にびっくりするぐらい、まあ、レイテぐらいは特攻始まったところですから知ってるかもしれないけれども、まあ、インパールもよく分かんないでしょうし、中国戦線もよく分かんないでしょうし、まあ、本当に無知なんですよね。僕は本当にそれがびっくりします。で、石田さんは当たり前ですけど、そんなことは全部知ってます。まあ、それを考えたらさ、一番その辺をさ、なんか、何ちゃんとガバナンス的に見てくれそうなのって石田さんだよね。まあ、そうなんですよ。相対的にそうなんです。相対的にそうなんです。ただ、まあ、ちょっと選挙管理内閣になるんだとすれば繰り返しますけども、ねうん、ちょっといい球すぎてそうねやっぱちょっと嫌だけど、うん、なんかこう高市早苗になってさ3ヶ月ぐらいでさ、なんかさとんでもない失言をしてさ、国際大炎上してさ、秒で終わるみたいなことがもしかしたらこの国には必要かもしれないよね。いや僕はそっちにちょっとかけてるんです、はい、その方がただ僕はちょっと悲観してて女性勝利じゃないですか、うんそれからだからという理由であんまり言えないみたいな空気が僕はできるんじゃないかなと思いますね。それ最悪だね。でも僕はなんかそっちの方が強い気もするんですが、うん、まあ超過半過で高市さんで自爆っていうパターンが日本のためにはいいかもしれないですね。政権交代早くなって、うん、いやさこれねあとさ俺今回の都知事選でね結構まずいなと思ったのはさ、はい、結構さなんかこうさあれなんだよねひまそらあかね問題とかに対してさまともな反応できないやつが結構多すぎるっていう、うんうん、保守系の中で、うんうんうん、あれとかってさなんかさなんかこう自分がこの先保守政治家として長期的な信頼を獲得しようと考えてれば考えてるほどやっぱり慎重に対応しなきゃいけないような案件だと思うわけね、うん、そうですね、うん、ああいったものに対してさ安易に結構 SNS 上で支持を表明する人とかたくさんいたんだと思うんだよ。もうダメですねそういうのはね、うん、なんかこうあの辺のね何かこう距離感というかね、うん、ガバナンスみたいなものっていうのを感覚がそもそもないんだなと思ってるわけ。だから僕はもうそういうのをひっくるめて単純にもうセンスない人だなっていう一言で片付けてるんですが、いやでもさいやそれはそう言ってしまえばそうなんだけどさ、そうなんですよ。だって当面政権交代は起こらないんだからさ、どうにかしなきゃいけないじゃん。そうです、うん、そうですどうにかしなきゃならないって、ああまあいやそうなんですけど、まあその、うん、いやだからさ片方でさ、うん、やっぱり今回のね都知事選で言うとさ、うん、僕はね石丸現象がさ、うん、主な論点になってると思っていてさ、はい、まああれも無関係ではないと思うんだけど、はい、僕は同じぐらいね、うん、なんかこうさ、うん、いわゆるこうカルト勢力によると、うん、カルト勢力ってものは絶対当選しないんだけれど、はい、まあ選挙で何番目をか取ることによって運動を持続していく、うん、運動のカンフル剤としての選挙っていう。うんうんまあ、N 国ぐらいから始まってるような気がします。そうだから、ね、SNS 系のカルト勢力の、うん、なんか延命装置としての、っていうかカンフル剤としての、大型選挙っていう図式が確立されてしまっているように結構思えていて、はい、まあもちろん昔から結構ね動物園的な見せ物的な部分はありましたけど、あったよね。なんだっけ自由連合だっけ、なんでしたっけね、よくわかりません。なんかありましたね。ずっと前から都知事選挙そういうのが多くて、あったんだけどさ、でもここまでひどくはないです。SNS によってやっぱりインセンティブが跳ね上がってるので、うんはい、運動を盛り上げるとか売名に対してのね、うんはい、まあそれで完全に今回の都知事選に結構突入したと思うわけ、うん、でその中で古谷さんがずっとコミットしてるっていうか研究してるっていうか部屋側に見てるというかさ、なんかいじめ抜いてるというかさ、まあそういった保守カルト系のさ、はい、結構運動っていうのも次の政治に行った気がするのね。なるほど。あのあたりどう見てるんですか。それはもうちょっと具体的に。まあだからそれは飛沫だかね現象だったりとか、はい、参政党N 国参政党飛沫だかねのこの流れだよ。ああなるほど、うん。流れっていうか、まあそれではちょっと別物な気はするんだけどさ、うん。もちろんその参政党はちょっとそのスピリチュアルっていうかオーガニック入ってますんで、うん、完全にそのネット欲かどうかっていうのはちょっとまた利用しないといけないんですが。うんうんまあ、都知事選挙は、まあ、こうか不こうか日本保守党は候補立てませんでしたので、うん、
ですからまあ田母神さんとひまそらさんと、あとまあまあ何人かいましたけど、まあ、まあ桜井誠さんとかね、うん、まあそれひっくるめたらまあ大体50弱ぐらいなんですよ、うん、で田母神さんが10年前に私も演説して応援したのになと思いましたけど、うん、取ったのが60万票ですからまあ10年間で対してそのいわゆる濃い右のあたりの層って出力ほとんど変わってないというのが、うん、まあ定量的な見立てでは一応あるんですけれども、うん、まあだからちょっとね日本保守党が出てこないっていうのがちょっとまあ中でごたごたしてるらしいんで、それともかく、まあ都知事選に限ってはまあ当然任期満了だと4年後ですけれども、そこでももちろん同じことが起こるでしょうね。だって黒川さんだって刑務所にいるかどうかわからないですからね、実刑だとしても4年くらうかどうかわからないっていうことになるんで、まあただあのおっしゃった通り、あの昔からそういう戦場っていうかね、見せ物っていう部分が都知事選あるので、そこについては僕はそんなに心配はしておりませんけどね、うん、だって絶対受かんないですもん、うんうん、それはあります。ただまあ問題はあの、まあ、そのちょっと前の江東区の補欠選挙とかで、うん、まさにあの、ね、黒川氏が、まあ、そういう事件になったわけですけれども、うん、ああいう非常に局所的な小選挙区、しかもまあ割と都心みたいなところの方が、まあ、相乗効果があるんじゃないかなとは思いますよね、うん、僕ね実際に議席ごと心配で全くしないの、はい、うん、でもあのしなくてやっぱり選挙というのをカンフル剤に相手運動というのが際限なく拡大していて、うんうん、まあ、それが何か政治レベルというよりは文化レベルとかね、あるいはこう社会レベルで世の中に影響を与えていくことの方が結構危惧されてるんで、危惧してるんだよね、うん、だからあれはもう完全に黒川まあ被告でありますけれども、まあ彼はもう別にお金儲けとかではなくて、やっぱり自己実現のためにやってると僕は思います、うん、あのその前は収益ってことは考えたでしょうけれども、まあ、彼はもう本当に完全にほとんど、まあ、よく言えば趣味、悪く言えば承認されたいと、それだけでやってると思いますので、うん、まあそうですね、でもそういうものに影響を受けているというよりも、なんかそういうものをやっぱり取り上げちゃいますでしょ、特にネットメディアとかが、うん、そういうものでやっぱり量産されてね、劣化型のなんかそういうものが量産されていく可能性はもうすでに出てますし、まあ、だいたいスーパークレイジー君だってもうね逮捕されちゃってますからね、うん、だからよくわからない連中は昔からいるにせよ、あ俺もこれで売名できるんだ、 YouTuber になれるんだ、インフルエンサーになれるんだっていう、そのなんか闇金牛島君に出てきそうな感じの連中は、うん、まあ、これからも出てきて、まあ、そういうものがにちゃんとバカだよねって叱れない、ひ弱な、まあ、保守でもリベラルでもいいんですけれども、言論人とかコメンテーターは増えることは良くはないと思いますよね。うん、僕ね、あの今暇する現象とかってね、僕はなんかこう怒ってること自体は茶番だなと思うんだけれど、ええ、何かあの背景にあるね、何かあの、まあ、僕らの同世代がちょっとしたぐらいの、僕と同い年です、暇するは。そうなんだ、はい、じゃあ今41人ぐらい、1です、うん、はい、あのさ、何かあの世代のなんか特有って言っていいのかどうかちょっと微妙なところだと思うんだけれど、うん、何かこうあのこの国の結構、まあ、割とインセル系とか呼ばれがちな男性のなんかこうルサンチマンのみたいなものっていうのは僕過小評価しちゃいけない気がするんだよ。なるほどなるほど。やはりこう、うん、あの圧倒的な結構を、うん、やっぱあの熱量を持っているし、うん、何かあのそれがどれだけね、何かこう身勝手な思い込み、うん、だろうが結構無知にもたらすね、うん、はい、あの勘違いだろうが、はい、まあ、あの熱量っていうものが何かあの僕はあの人たちはいけないと思ってるんだよ、はいはい、だからあれがなんかある程度あのまとまった形で、あの議席を取っていってね、うん、何かこうあの本当に数十議席を取って政権のキャスティングボードに行くとか、そんなことはないのかもしれない。いやそれはもちろんないでしょうね、うん、ないけれど、うん、何かある種のこうカルト的な団体というものが何か、うん、まあ、例えばこうね、あの、うん、インターネット上で目立つ活動をすることによって、うん、何かこうその時代をこう悪い意味で象徴してしまう社会運動のように育っていくっていう、なんかこのね、うん、なんかこう波及効果がある気がするんだよ。彼ら自身が何か大きいことをやるってことはないのかもしれないけど、ね、ああいった存在が社会に対して声を上げて、はい、で一定の注目を浴びることによって、うん、あこれありなんだとかね、うん、そうですね、そっちですね、そう思ってしまう人たちが増えることによって、今のこ の,、うん、あの日本社会というのは大きくこう、例えば人権感覚が後退するとか、はいはい、何かあの性差別的な構造がより温存されやすくなるとか、うん、そういった負の効果というのは僕大きくあるんだと思うんだよ、ね、もう起こってますよね、まあ、おさんおっしゃったように、
それはそれこそ小選挙区制があるおかげでそれを防げられてますよね、うん、あのポットでは比例重複できませんので、うん、そういうことは議席でどうこうってことはないんですけど、やっぱりそのそういったインセルのまあインセルは僕もそうですけれども、そういった負のオーラっていうのが、まあなんていうか、そのちょっとオウム真理教的なね、うん、ものに、まあそこまで宗教性はないんでしょうけれども、なんかそういう負の方に爆発する可能性っていうのはもうすでに出てと思いますし、宇野さんおっしゃったように沖縄叩いていいんだとかもうやってますんですよ、すでに、うん、沖縄というのはまあ半基地ですけれども、うん、そういうのはもうすでに出てますし、まあその誰か叩いていいんだっていうようなものを、まあ前衛としてね、もう彼らがやることによってかなりもう浸透してんじゃないでしょうかね。いや、なんかね、あのだからそれこそさ、なんか本当に当選回数がさ1回とか2回のね、はい、あの若手自民党議員からさ、うん、なんかとりあえず課金してくれるさ、あのコンプレックス層を動員したい言論人までさ、うん、まあなんかすごくさ、あの辺の結構あのカルト的なね、インセル系のカルト星とかでさ甘いじゃない、うん、あのうまく焚き付けて鉄砲玉にしようと思ってさ、はいはい、みんなあの頭撫でちゃうじゃない、はい、俺あれ絶対どっかで しっぺ返しが来ると思ってるんだよ。どういうしっぺ返しですか。いや、あれはね、あの今言ったように、うん、何かもう彼らの力がある程度以上高まってしまうことによって、うんうん、本来潰しちゃいけないタイプの社会運動を潰してしまったりとか、本当にやっちゃいけない場面で、うん、あの変なこう運動、あの右派系の社会運動の盛り上がりみたいなことがあって、うん、例えばそれこそ沖縄とか広島とかああいったところで、クルドですね、国際社会の注目を浴びてるところで、うんうんうん、ちょっとこいつら何なのみたいな感じで、日本やばいんじゃないかみたいな辛い起こしのことをやるとか、うん、そういうこと全然あると思うんだよ、はいはい、もうすでに在特会が国連で相当前に問題になりましたから、ね、だからあれの拡大版みたいなものが品質する未来のみたいなものがあるんじゃないかなと思ってる。だからなんか日本で、まあ、例えば万博の時にそういうことをわーってやって、それが移されちゃってとか、まあ、万博そんな注目されないですけどね、まあ、でそれに、まあ、繰り返しになるけれど、一番僕は大きいのはやっぱ、うん、あの彼らが大手を振って歩いてることによって世の中ってこんなものだっていうある種にヒリズムが蔓延することで、ね、あはは、うん、もう霊障系が相当前から出てきてるっていうのもそれだと思いますよね、うん、もっともっとそういうニヒリズム霊障系は強くなってくると思いますし、僕はよくネトウヨこの今後どうなりますかって聞かれるんですが、うん、数はそんな変わらないですよね、うん、今はまあ長寿社会ですから、うん、今70の人だって90ぐらいまで生きるかもしれない、うん、それはあんまり変わらないですけど、おっしゃったようにその霊障ニヒリズムとか、まあ、あるいはその陰謀論とかですね、そっちの方は流星していくでしょうねというのは僕はあの思ってますね、うんうん、だからそっちの方はだからまあただネット用の人はあの霊障系、まあ、ひろゆきさんとかね、一部沖縄で揶揄とかで、まあ、その部分だけは喝采するのかもしれないけれども、霊障系の人はネット用すらも霊障してるので、あんまり実はそこ合体しないっていうのはあると思いますね、うんうん、自分たちもバカにされてる。いや、あのね、僕の考えは、ああいったなんかインセル系のカルト補修みたいなものが、はい、なんかこう誰もが口にしない本音を正しく口にしてくれる人のような形で残っていくってことなんだ。なるほどなるほど。でそうなのでそうそう、だからみんな表立って彼らを支持したりとか、うん、はしないんだけれど、うん、絶対に何かあの批判はしない、うん、っていう状態がずっとあのこの社会に定着することによって、そのことがね、なんかね、日本のね、うん、結構なんかこう社会文化レベルの更新性というものをこう温存していくルートに合流していく気がするんだよ。ああ、なるほどなるほど。そうだからあそこに対して本当はもうちょっと社会を敏感に反応しなきゃいけないんだけれど、うん、なんかどうもね、その動きがね、ポジショントークしたからさ、いわゆるこう左派の人たちがポジショントーク的になんかこう、うん、あのもう本当に口汚く罵ることによって攻撃するけど、うん、あれってあんまりさ、なんかギャラリーに対しての説得力ってなくてね、仲間内で美味しいビール飲むためだけにやってる感じがするじゃない、うんうんうん、だから本当はだからあのすごく良識あるね、うん、あの中道とか保守の人たちは彼らに対してちゃんと線を引かなきゃ俺いけないんだと思うんだよ。そうです、そうです。今もうめちゃくちゃごちゃ混ぜになっちゃってますんで、うん、もう線の引きようがないですよ。もう分離できないと思うんですが、うんうん、でも僕ちょっと今思ったのは、宇野さんはインセルって呼ばれる、まあ、いろんな人はいるけれども、うん、どう思いますか。うん、なんかね、僕は